はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はまあタイトルでわかる通り、覚悟は俺は頑張るよっていう感じのちょっとしたね雑談動画です。はい、いやー、もう明日ね、水着イベントがまあ来るかな、ピック1が来るかなと思うんですが、いやー、もうロリ系がね2人いるっていう、まあイリアとアビゲイルがいるっていう時点で、まあいろいろな意味で発狂している方々はいっぱいいるんじゃないかな。まあそれ以外のイリア、アビゲイル以外でも発狂している方っていうのは一定数いると思うんですが、まあそういうことですよ。で、まあ、左側にね、もうちっちゃくね、なんか、もう見にくいかなっていうぐらいに書いているんですが、まあ、マイルーム行った方がすごい見やすいんで、そっちに行きたいなと思います。いや、もう、はい。覚悟だよ。俺は覚悟をするよ。うん。っていうことで、石3000個用意しました。3000個なので、値段で言うと、165、なので、まあ、3063割る、3063割る、多分168だったっけ ?6 だったっけな、まあ、まあ、5ぐらいだったと思うんですが、だいたい18万5000何歩ぐらい。いや、もしかしてちょっと俺、あれだね、正確には石の数覚えてないんで、まあ、18万円ぐらいだと思うんですが、まあ、とりあえず用意しました。はい。まあって言っても無課金の方で1300ぐらい集めていたんで、まあ、いや、そうだな。そう言われてもあってなるよな。1300ぐらい無課金で置いといたんだって言いながら、1700個ぐらい増やしてるっていう時点で、なんか、あっていう。いや、けどまあ、これに関してはね、もう、来てしまったということで仕方がないと。本来俺ここまでね、石を残さない。っていう、まあ水着関連はしないっていうのがあったりするんだけど、いやー、ここまでね貯めるとはね正直思わなかったよ。うん。で、まあガチャ的な意味で、アビゲイル宝具後にするんですかとか、まあイリア宝具後にしますよねっていう意見があったりするんですが、まあ正直なところまだわかんないです。はい。なぜかっていうと、イリアで沼ったらアビゲイルに回す石がないという、まあ今月もう出せる極限であろう石をここにうってもうね貯めてきたんで、まあできたらまあ宝具間に目指したいなぁと思いつつ、まあね、時の運っていうのもあったりするんで、まあできなかったらまあ寝ます。それぐらいの覚悟を持って俺は今回の水着ガチャやっていこうかなと思います。はい。水着を引く覚悟はあるか、かっこイリアとアビゲイル。俺はあるぞ。あの名言ってすごいさ、使い勝手良くていいよね。ということで、まあ、軽くぐだーっと、ちょっとした雑談をしてきたんですが、今回ここで終わりにしようかなと思います。まだね、ちょっとバニアンのイベントとかやってないやつがいろいろとあったりするんで、それを後々今日の生放送で終わらせてから、まあ明日に備えたいなと思います。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。